オーストラリア記念館は、三重県四日市市にあった観光、イベント施設。1970年に開かれた日本、万国博覧会のオーストラリア館が、シドニー港と四日市港の姉妹港定系のシンボルとして移設されたものである。オーストラリア関連資料、愛、地球博で展示された巨大なカモノハシの模型が主要な展示物であった。 円形ホールは多目的貸しホールとしても使われていた。恐竜の首に例えられる肩持ち量がワイヤーネットによって屋根を吊るしている特徴的なデザインであり、設計はジェームズ・マコーミックが言った。将来永久に日頃親善のモニュメントとして活用するために大阪万博会場から四日市へ移設されたものであった。 地球博の目玉展示であったカモノハシを受け入れたり、日豪交流年に合わせて開かれた2006オーストラリアフェアの会場になったりと、日豪交流の場として利用されることもあったが、格闘探偵団バトラーツや大日本プロレスなどのプロレスリング工業会場として多く利用されていた。2000年2月にはミルマスカラスが来館している。運営は三重県庁や四日市市役所、 四日市港管理組合などが出資する財団法人日本万国博オーストラリア記念館施設管理は四日市市文化町づくり財団が行っていた休館日は月曜日と祝日の翌日で展示館の入館料は無料であったが2011年度の入館者数は6626人と低迷していたホールの使用料金は周辺の運動施設に比べて 低く抑えられていた。独立行政法人日本万国博覧会記念、機構によると、大阪万博は76の国や地域が参加して、開催され、外国パビリオンのうちで少なくとも23施設では、全体やその一部移設されている。それらの中で、2012年当時現存していた、建造物中オーストラリア記念館は、最大規模のものであった。 万博のオーストラリア館は人類の進歩と調和に対するオーストラリアの貢献をテーマとした展示施設であり、葛飾北斎の版画にインスピレーションを得て設計された建築物であった。高さ39メートルのスカイフック部分を展示スペース、円形のホール部分を多目的ホールとして利用していた。プロレス工業の際はホールに500から1000人程度収容可能であった。 1970年5月8日、オーストラリアの首相、ジョン・ゴートンは、大阪万博のオーストラリアデーのレセプションの席で、オーストラリアパビリオンを万博終了後、三重県に譲りたいと発表。一週間後の5月15日に、オーストラリア政府から、三重県知事宛に正式な書簡が届き、オーストラリア館を譲渡する用意があると伝えた。さらに5月30日、 フリース中日大使がオーストラリア艦を置く場所としては日本とオーストラリアとの間に理解の橋を架けるのに努力し援助された四日市以外に適当な場所はないとスピーチを行った。これを受けて三重県は四日市港に移設することが技術的に可能かオーストラリア政府及びオーストラリア艦を施行した清水建設に確認を取り9月4日に 三重県を訪問したオーストラリア政府団にオーストラリア間を譲り受けする決定をしたとの所簡を託した。一区にあたりオーストラリア間移設準備委員会が設置され11月12日に会合を開いた。その後同委員会により約4億円の移設費用の募金活動が行われた。そして1973年4月に移設が完了した。 1990年代には現存する数少ない大阪万博の展示館となり、1998年時点で雨森が発生するなど老朽化が進んでいた。そして2006年4月1日、移設以来初となる改装を行って、再開館、愛、地球博のオーストラリア館の展示物を新たに迎え、手こ入れを行った。 同年度の入管者数は29,736人で最高を記録した。施設の廃止に関しては、1998年に朝日新聞が四日市市経済観光課長に取材したところ、廃止も含め、検討する時期に来ていると思うとコメントするなど、以前からあった。議論が加速したのは、国の財団法人の制度改革によって、運営団体の 財団法人日本万国博オーストラリア記念館が公益財団法人にも一般財団法人にも移行できる条件を備えていないことから2013年11月30日をもって解散することになったためである。これに伴い財団は出資団体に記念館の引き継ぎを打診し三重県庁と四日市港管理組合がまず拒否を表明した。 記念館の管理を受託する四日市市、文化まちづくり財団も引き継ぎを拒否した。四日市市だけは2013年5月時点で結論を出せずにいた。四日市市は2013年6月18日の四日市市議会産業生活常任委員会の場で引き取った場合に耐震補強や老牛対策費が約1億3860万円かかり、さらに施設維持費が 年間300万円かかることから難色を示したが、委員から施設の希少性を理由に反対意見があり、結論は先送りされた。同年7月2日、四日市市長の田中俊幸は、存続が厳しいことを改めて表明、後地に記念碑を建てる方針を示した。日本万国博オーストラリア記念館を運営する、財団法人日本万国博オーストラリア記念館は、 2013年7月16日の四日市市議会常任委員会での市の説明、引き取りは困難に対する中日新聞の取材に最終回答と語り、2013年9月頃に開く財団の理事会で正式な取り壊しを決定するとした。運営する財団法人日本マン、告白オーストラリア記念館自体は2013年11月末に解散して、 継続団体は存在しないことを明確にしており、運営財団の解散に先立つ、日本万国博オーストラリア記念館の取り壊し、決定は、2013年9月頃の財団理事会で、正式決定されることになった。そして2013年11月27日、財団より12月1日閉館、取り壊しの決定が発表された。閉館後の2014年2月19日の、 四日市市議会2月定例会では、知事と市長の信頼関係があれば存続する手法も見つかったのではないかという指摘が議員からなされた。これに対して市長は、知事との信頼関係云々ということではなく、老朽化に対する回収経費といった財政上の理由等から、三重県においても引き取りを断念せざるを得なかったと返答した。その後、二千十四年五月に解体工事の 試行者募集が行われ、同年8月に解体された。同年9月12日の四日市市議会、教育民生委員会協議会では、四日市市教育委員会が2018年に、開催予定の全国高等学校、総合体育大会のテニス競技会場として、使用するために2017年度中にテニスコートを、オーストラリア記念館跡地に建設する方針を、表明した。 引き受け先が未定であった巨大カモノ橋の模型などのオーストラリア記念館の展示品は津市の司会が引き取ることとなり、湿費で建設した2005年万博記念、樋口智義ミュージアムに展示されることとなった。跡地にはテニスコートが建設予定。オーストラリア記念館と上野製薬四日市工場。2007年立地していた霞ヶ浦緑地は、 四日市コンビナートと住宅地の間に公害防止事業団によって建設された緑地である。ありがとうございます。